今日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者は568人でした。3日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。568人の感染者を自治体別に見ますと、静岡市で93人、浜松市で79人、沼津市で57人、富士宮市で42人などとなっています。死者の報告はありませんでした。1日あたりの感染者数は昨日より350人ほど減りましたが、3日連続で前の週を上回っています。6月中にですね、4回目接種が可能となる約1500人の方へ5月31日、5月末にですね、接種券の方を発送する予定となっております。富士市は今日の会見で、新型コロナワクチンの4回目接種が来月中に実施可能になると発表しました。3回目の接種から5ヶ月が経過した60歳以上の高齢者と18歳以上で基礎疾患がある人などが対象です。具体的な開始日は調整中ですが、今月31日から対象者に対して順次接種券を発送する予定だということです。